ちょっと広告に上がってみましょう。平城宮のあの門みたいなね、これ。ここにも先生方いましたか。はいはい、国宝展やってはんねんけどね、そんな時間はないね。今開花天皇陵をねちょっと拝謁しようと思ってね。もうこれ上がれんのかな。上がれんね。はい、おお、すごいぞこれ。階段が急や。おお、蘇生が残ったな。これ五重の塔ですかね。ほら、残ってる方、右を越えて。これはね、絵はがけてみたけど、初めてだ、これな。これね、来たの初めてや。この古いんですけどね。これ新しいね、ここね、このでも。左側にね、やるかな、それもあるんだけど。よいしょ。あ、これこれこれやね。間違いないわ。見たことありますね、これ。来ないもんな、こんな感じ、なかなかね、だいぶところから見て。言ってるけ、言ってない。はいはい。これ見てください、これ。これ。ね。農協動画。これ。これ一遍回ったら、ね、88箇所一周あれかな、ちゃうか。いやー、いいね。こんな建物がね、こうなってるからね、中国には全く残ってないらしいからね。降りましょうか。これはこの下降りた方がサラサラできやと。何ですって、何か言うとるけど分からんがね。よしよし、ナビをナビを再開してくれますか。ナビをナビナビ、これサラサラ池やな。サラサラの池ちゃった。これ万葉集、日本書紀なんかいっぱいいろいろ書いて出てくるやけどね、これ。これ右行ったらどこ行くやろうな。なんか行けそうないね。これこれ、はい、あそこにね、石碑が立ってますね、石碑が。よいしょ。大仏殿とこれを見るのがね、昔はね、夢やったんですよね。いろいろ書いてあったけど、はい、サラサラ行けるよ。わしが間違いなければ端っこだから。三条通りやからな。おお。おお。入ってないぞ。間違ったか。間違えましたかい。
半壁城だこれ。私の記憶によると。そうやでこれ。勘違いしたか。こんなやね。どこになんかあるわ。そこに。スターバックスだな。よくスターバックスだな。これこれ。間違えましたこれ。いや間違いない。サラサラ行けるでしょ。あ、こんな祭りやってたの。こんなやつだね。どこやったっけ。開花天皇陵。